これから紹介する商品は5月の23日夜の21時にアップされる商品です。詳しくは概要欄書きますのでご覧になってください。では T シャツから紹介していきます。まずはじめにチャンピオンの T シャツですね、チャンピオンバータグラージで88ボディのものですね。で青の霜降りで染み込みプリント一段入ってます。かっこいいですね。でバックは無地のタイプです。でバータグなのでラージ表記ですが、僕が全然着られるサイズ感です。身長高い方でもある程度着られるサイズ感かなと思います。こちらの染み込みプリントでお値段7800円と消費税です。続きましてハワイアンシャツですね。タグがこちらラルフローレンのサイズ表記ラージ表記です。で素材がこちらビスコースと書いてあります。レイヨンですね。レイヨン 100% のボディです。で青ベースでこういう感じで柄かわいいですね。で後ろもこんな感じです。で L 表記ですが、この年代かなり作り大きいので僕だとかなり大きくなっちゃいます。こちらでも需要多いサイズなんじゃないですかね。こちらのレイヨンのハワイアンシャツでお値段7800円と消費税です。続きましてコットンシャツですね。サイズ表記がタグすいません取れちゃってるんですけど、サイズ表記ミディアム表記です。でこちらラグランのタイプで3点止めです。いいディティールですね。でコットンの折りが珍しいタイプのこちらデッドストックです。嬉しいですね。でサイズ表記ミディアム、まだ洗い入ってないので僕だとちょっと大きいですが、洗い入れるといいサイズ感になると思います。こちらデッドストックなので後ろも状態かなり綺麗です。こちらのシャツもお値段7800円と消費税です。続きましてもコットンシャツですね。こちら白のタイプです。タグがこちらです。で襟がロングポイントのタイプです。おそらく40年代頃のものかなと思います。でもちろん裾にはマチついてます。で白ベースですが目立つ汚れ等なくコンディション綺麗だと思います。後ろもこんな感じで綺麗ですね。でサイズ表記あったとしたら15ハーフくらいだと思います。僕でこんな感じのサイズ感ですね。こちらの古めの白シャツでお値段が15,800円と消費税です。続いてもコットンシャツですね。タグがこちらです。キャンパスですね。いいタグついてます。でこちらも3点止めのタイプですね。でオレンジの色味珍しいと思います。でこちらマチはつかないタイプです。でこちらサイズ表記が15ハーフ、15から15ハーフとあります。僕がいいサイズ感ですね。でこちらのものなんですけど、コンディションかなり綺麗で、もしかしたらまだ水通ってないかもしれないです。それくらいコンディション綺麗です。こちらのシャツで、すいません、お値段が9800円と消費税です。続きましてこちらですね。タグがこちらの方につきます。こちらも素材コットンなんですけど、ガーゼンみたいな生地感ですね。珍しいと思います。で、かなり薄手で、僕が中に手入れるとこういう感じで結構透けますね。で襟芯も入っていて60年代号のものかなと思います。こちらも白ベースですが目立つような汚れ等ないです。ですいません言い忘れてましたが、こちらもマチ付きです。嬉しいですね。でこちらもサイズ表記あったとしたら15くらいかなと思います。僕でいいサイズ感ですね。こちらのシャツでお値段7800円と消費税です。続きましてこちらですね。こちらの方に入ってます。で襟がタブカラーのものですね。で大きく、豪華にチェーンステッチ入っております。かっこいいですね。フロントの方にも下まで入ってます。でこちらもマチ付きのタイプです。こちら汚れ等ないんですが、1点ですね、この襟の近くにこちら避けてしまってます。こちらリペアしていただいたら、まあ、襟の近くなのでそこまで目立たないかなと思うんですけど、早めにリペアしてあげた方がいいかなと思います。こちらも僕で合わせてこんな感じのサイズ感ですね。いいサイズ感だと思います。こちらのシャツでお値段が19,800円と消費税です。続きましてデニムのウエスタンシャツです。
タグがこちらですね。ペニーズのランチクラフトです。いいタグついてます。で、一番上がスナップじゃなくて掛けボタンのタイプなので、おそらく60年代号のものかなと思います。で、スナップの刻印がこちらですね。で、まだまだ色も濃くて、コンディションこちらもかなり綺麗です。後ろ、こんな感じですね。後ろも状態かなりいいと思います。こちらが自分に合わせてこんな感じですね。こちらも需要多いサイズ感かなと思います。こちらのコンディションのいい60年代のデニムシャツで、お値段が 19,800 円と消費税です。続きましてスウェットですね。こちらです。半袖スウェット、黄色ボディですね。で、こちらデッドストックのもので、素材表記、こちらに 95% コットンで 5% がアクリルのものになってます。で、まだシールも残ってます。シール取れちゃうこと結構多いんですけど、こちらはまだついていますね。で、デッドストックなので、こちらも状態綺麗です。で、僕で合わせてこんな感じです。全然ゆったり着られます。いいサイズ感ですね。こちらの黄色の半袖スウェットで、お値段7800円と消費税です。続きましても、スウェットですね。タグが取れてしまっているんですけれども、ラバープリントがかっこよく3段入っているボディですね。で、ところどころ、シミ汚れだったり、ダメージ、あったりはするんですけれども、こちらやこちらの方にもですね、あったりするんですけれども、この退色しているボディと相まって雰囲気かなり綺麗かなと思います。かっこいいですね。で、サイズもそこまで小さくないです。僕だと大きく着れます。こちらも需要多いサイズ感かなと思います。で、後ろはこんな感じです。後ろもしっかり日焼けしてくれてて雰囲気出てますね。こちらの雰囲気系のヴィンテージスウェットで、お値段9800円と消費税です。タグがこちらの方につきます。プリントタグのサイズ表記ミディアムですね。で、 92% コットンのものですね。で、エンジボディでハーバードのフロッキー、ちょっと剥がれかけちゃってるんですけど、フロッキープリント入ってます。いいですね。で、ミディアムボディ、僕でジャストサイズくらいです。じゃあ女性の方とかがちょっとタイトめに着ても可愛いスウェットかなと思います。で、裏面こんな感じです。程度はそこまで悪くないです。こちらのハーバードのスウェットで、お値段6800円と消費税です。続きましてこちらですね。タグがこちらです。 LL ビーンとラッセルのダブルネームのものですね。で、サイズ表記ラージです。のマイブイのネイビーの無地のタイプです。で、こちらラージボディですが、僕で合わせて結構ゆったりめに着れます。で、着丈もそこまで長すぎなくて、身幅もしっかり広いので、需要今っぽい需要多いサイズ感じゃないですかね。で、リブもまだ全然伸びきってなくて、前V のタイプです。で、こちらのスウェットで、お値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね。こちらがチャンピオンの刺繍タグです。サイズ表記がラージです。で、50-50のボディですね。で、グレーの霜降りにユニバーシティマサチューセッツ入ってます。結構プリント大きめでかっこいいですね。で、後ろこんな感じです。こちら程度かなり綺麗かなと思います。で、サイズ表記ラージ表記、僕は大きく着れます。で、こちらのスウェットで、お値段が6800円と消費税です。続きましてパーカーですね。タグがこちらです。アーテックスのサイズ表記ラージサイズです。で、ネイビーのパーカーで、こちらに US ネイビーのこちらフロッキープリント入ってます。かっこいいですね。で、後ろはこんな感じです。こちらも状態かなり綺麗だと思います。まだまだ着ていけるコンディションですね。で、僕が合わせてこんな感じのサイズ感です。こちらも僕だとゆったりできるいいサイズ感です。こちらのパーカーで、お値段7800円と消費税です。続きましてこちらですね。タグが取れてしまっているんですけれども、 USAFA 入ってます。で、後ろがこんな感じですね。チャンピオンの USAFA のリフレクターみたいな感じのプリントですね。で、形もリバースイーブみたいな形ですね。サイドにハギのついているタイプです。で、こちらサイズ表記あったとしたら XL くらいあると思います。かなり大きいですね。チャンピオンの USFA だとかなりお値段の方高いので、この辺のレギュラーとかでも全然僕は代用効くかなと思います。こちらも全然かっこいいと思います。で、紐も残っていますし、着やすいかなと思います。
こちらのパーカーでお値段7800円と消費税です。続きましてこちらですね、グレーのパーカーです。でこちらの方ですね、紙タグがついていてサイズ表記ミディアムですね。60年代から70年代入ってるかもしれないくらいのボディの感じですね。でこちらサイズ大きめですね、僕だと大きく切れます。で後ろの状態はこんな感じです。コンディションこちらもかなり綺麗です。こちらのグレーのパーカーでお値段9800円と消費税です。続きましてリバースイーブですね。こちらプリントタグのサイズ表記ミディアムです。でシミコインプリント入っていて、こちらダブルフェイスのボディです。厚手のいいですね。でシミコインプリントもかっこいいと思います。でこちらのダブルフェイス状態もかなりいいです。でダブルフェイスのものだとここのところにポケットもつくので、普通のクルーネックのものより結構機能性もいいのかなと思います。使いやすくて便利ですね。こちらこれから暑くなっちゃうんですけど、冬になる前にお早めに持っといてもいいかもしれません。こちらでお値段3万9800円と消費税です。続きましてこちらですね、タグがサイズ表記 XL の刺繍タグ、90年代のものですね。しっかりアメリカ製です。でフロントにラバープリント1段入ってます。かっこいいですね。プリントのバランスかなりいいと思います。でこちらのボディなんですけれども、コンディションかなり綺麗です。リブも全然伸びきってないですし、後ろにも汚れやダメージ一切ないです。かなり状態綺麗ですね。裏地もまだふかふかです。でサイズ表記が XL なので、僕だとちょっと大きいですが、こちら需要一番多いサイズ感なんじゃないでしょうか。このプリントかなりバランスやっぱ綺麗ですよね。着やすいと思います。こちらでお値段1万5800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらもチャンピオンの刺繍タグ、サイズ表記こちらも XL ですの USSA ですね。でこちらもグレーボディで黒のラバープリント2段、アイオワ入ってます。かっこいいですね。黒のプリントかっこいいですよね、やっぱり。でこちらもコンディションかなり綺麗です。使用感はありますが汚れやダメージは一切ないです。でこちらも XL なので、先ほどのもの同様僕合わせると大きいサイズ感です。こちらのアイオワでお値段がこちらも1万5800円と消費税です。続きましてスナップのものですね。こちらも90年代の、こちらサイズ表記ミディアムです。こちらもしっかりアメリカ製のスナップがプラスチックではなくこっちのタイプのものですね。でこちらサイズ表記ミディアムなんですけれども、スナップのもの作り大きめなのでラージくらいあると思います。僕が着るとこういう感じのサイズ感ですね。で後ろはこんな感じの状態です。程度綺麗だと思います。でただの赤ではなくて若干暗めの赤ですね。着やすい赤だと思います。こちらでお値段1万2800円と消費税です。続きましてパーカーですね。こちらも90年代、サイズ表記 XL のアメリカ製です。でフードの付け根あたりポツポツダメージは来てますが、まだ紐も残っている状態です。嬉しいですね。で無地の目のついているタイプです。で後ろはこんな感じです。フードの入り口のところにダメージはありますが、その他そこまで目立つようなダメージはないです。裾口も袖口ですね、もうダメージそんなにないです。でこちらも XL なので、僕が着るとこれくらいのサイズ感です。こちら生地感も柔らかくて着やすいと思います。今の季節にぴったりですね。こちらのリバーシブのパーカーでお値段1万5800円と消費税です。初めにこちらです。タグがこちらです。黒いタグかっこいいですね。スポーツアバウトバイラグビーと書いてあります。でサイズ表記が48です。大きいですね。いいですね。でジッパーがこちらですね。コンマのジッパー使われています。60年代後のものかなと思います。で襟も高いタイプでかっこいいですね。で後ろもコンディションかなり綺麗です。こちらのボディもそこまで目立つようなダメージ等なく、かなりコンディション綺麗です。サイズ表記48、僕だと結構大きく切れます。需要多いサイズ感だと思うんですけど、こちらそこまで着丈長すぎないので着やすいかなと思います。こちらのジャケットでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、
タグがこちらです。 LLB のゴアテックスです。でサイズ表記見づらいんですけども XL です。で LLB のゴアテックスのネイビーボディですかね。ちょっと青っぽいネイビーだと思います。でサイズ表記 XL、 ここら辺は僕が着るとさすがに大きすぎるんですけども、背の高い男性だったりが着てかっこよくなるアイテムかなと思います。こちらも暑くなっちゃうんですけど、冬はどうせ着ますので持っといてもいいかなと思います。こちらでお値段9800円と消費税です。続きましてこちらですね。タグがこちらです。チャンピオンの刺繍タグ、サイズ表記が 2XL です。でもちろんアメリカ製です。で赤ボディで白のラインが入ってます。袖にもプリント入ってますね。でフロントがハーフジップのタイプです。こちらもかっこいいと思います。で後ろがプリントがっつり入ってます。後ろにプリント大きく入るのかっこよくて僕大好きです。で裾口はリブがあるタイプなので、こちらも着丈長くなりすぎないで着やすいと思います。 2XL ですが僕合わせてこんな感じです。そこまで大きすぎないかなと思います。こちらのジャケットでお値段7800円と消費税です。続きましてこちらですね。タグがこちらの方についております。でジッパーがアルミのタロンジップ使われていて、じゃあ外側が白の薄手のナイロンで内側がコットンの生地ですね。面白い作りだと思います。で 白のナイロンから内側のコットンの生地の部分が透けて見えるデザインの効いたアイテムかなと思います。で後ろはこんな感じです。後ろもかっこいいですね。でこちら白ボディですが目立つような汚れ全然ないです。かっこいいと思います。で僕合わせてこんな感じのサイズ感です。こちらのジャケットでお値段が7800円と消費税です。続きましてデニムジャケットですね。こちらリーバイスの70505です。サイズ表記うっすらなんですが44と読めます。大きめですね。いいと思います。ですいません、タブがこちらです。スモール E のタイプですね。ただ縦落ちかなり綺麗に入っていて、この袖口ですね、うっすら蜂の巣も出ています。色落ち非常にかっこいいと思います。綺麗ですね。で後ろもこんな感じです。で色も結構綺麗なのでダメージ等もないです。襟元も綺麗ですね。サイズ表記44表記で実寸で42くらいかなと思います。僕だと全然大きく着られます。需要多いサイズですね。いいと思います。こちらのスモール E 綺麗な色落ちでお値段15800円と消費税です。続きましてカバーオールですね。タグはすいません、欠損してしまっております。でこちら4ポケットのタイプで、こちらですね、色味がこんな感じです。こちらも色落ちかっこいいかなと思います。で袖口ポツポツとダメージが来てたり、色褪せ具合とか雰囲気出ててかっこいいと思います。これ雰囲気系ですね。かっこいいと思いますよ。で後ろこんな感じですね。で外見はそこまで目立つようなダメージないんですけど、内側の方ですね、こちらライニングの部分がぱっかり穴開いちゃってます。こちら補強してあげてもいいかもしれません。でこちらサイズ表記あったとしたら38ぐらいですかね。僕が合わせてちょっと緩めに着れる。カバーオール大きいのばっかり出てくるのでありがたいですね。こちらの年代でいうと5、60年代くらいかなと思います。こちらのカバーオールでお値段19800円と消費税です。 M65 のフィロジャケット、サイズ表記がスモールロングです。でしっかりアルミジップが使われていてセカンドタイプですね。こちらもコンディションかなり綺麗です。後ろもこんな感じですね。でダメージ等はないんですけど、フロントのところにこの黒い感じでバッてなってる感じもかっこいいと思います。でしっかりここに US アーミーのワッペンも残ってていいですね。でスモールロング、僕で合わせると着丈がちょっと長いですが、この辺長く着てもかっこいいと思います。こちらの M6 オフィールドジャケットセカンドタイプでお値段9800円と消費税です。安いと思います。続きましてフィールドジャケットもう一着 M43 です。でサイズ表記がすいません取れてしまっております。で状態の方なんですけど、袖口の方ですね、両方とも擦れてしまってます。
ただボディ自体はまだ張りがある感じです。で後ろはこんな感じですね。で襟元ちょっとほつれあります。そこまでこちらは気にならないかなと思います。で僕が合わせてサイズ感こんな感じですね。でこちらの M43 でお値段が12,800円と消費税です。続きましてファティグジャケットですね。こちらサイズ表記がミディアムレギュラーです。じゃあリップストップのグリーンリーフのものですね。後ろはこんな感じです。使用感ありますがこちら状態そこまで目立つようなダメージや汚れはないです。でミディアムレギュラー僕が着ると大きいですが一番需要多いサイズだと思います。いいですね。こちらのグリーンリーフでお値段が9,800円と消費税です。続きましてこちらですね。こちらもリップストップのタイプです。サイズ表記がスモールレギュラーです。僕がいいサイズ感で着れるサイズですね。でこちら状態なんですけども、こちらの方にちょっとシミ汚れがあったりとはするんですけど、こちらもボディの状態まだまだ綺麗かなと思います。まだ張りも残っている状態ですね。でスモールレギュラー僕は着てこんな感じです。いいサイズ感です。こちらのリップストップタイプでお値段12,800円と消費税です。続きましてファティーグのファーストタイプです。サイズ表記がスモールレギュラー、こちらも僕がいいサイズ感ですね。でしっかりエポレットもちろんついてますし、ボタンがむき出しのタイプです。やっぱかっこいいですよね、ボタンむき出しなのは。で状態なんですけども、こちらの方にちょっとこちらのワッペンが取れてしまった後だと思うんですけど、ちょっと穴が開いていたり、こちらですね、裏面シミ汚れあったり等するんですが、着用はまだまだしていただけるコンディションかなと思います。でスモールレギュラー、じゃあ先ほどのもの同様僕でこんな感じです。いいサイズ感です。ファティーグのファーストジャケットお探しの方多いと思いますので、サイズ合う方ぜひ行ってほしいですね。こちらでお値段59,800円と消費税です。サービスシューズですね。こちらサービスシューズがサイズ表記が10ハーフです。ゴールデンサイズですね。でこちらですね、ちょっと映像だと見えづらいかもしれないんですけど、92年会計のものですね。でこちら状態がデッドストックのものです。まだ履きじわもない状態です。でデッドストックはね、もちろんソールも全然綺麗です。でかかとももちろんすり減ってない状態です。いいですね。でこちら年代がそこまで古くないので、デッドストックのこのコンディションのゴールデンサイズですが、お値段そこまで高くないかなと思います。こちらでお値段15,800円と消費税です。続きましてこちらですね、コンバースのチャックテイラーです。コンバースの黒地に枠組みが青です。でヒールパッチにもちろんチャックテイラーですね、黒のヒールパッチついてます。でこちらなんですけど、メイドイン USA 表記もまだうっすら見えるくらい、そこまでかかとすり減ってないいいコンディションです。でサイズなんですけども、こちら11です。こちらもゴールデンサイズだと思います。コンバース大きく履いて靴ひもきつく縛る感じもかっこいいですよね。でしっかり当て布も幅広くて古い感じ出ててかっこいいですね。でこちらなんですけれども、裏面ですね、イレギュラースタンプがこちら押されていて、で前の部分ですね、こちら左右でこういう感じで違います。こちらもなんか一点物っていう感じがして、コレクタブルピースな感じしますね。こちらの黒のチャックテイラーサイズ11でお値段が79,800円と消費税です。リーバイスの501でサイズ表記が3130です。でしっかりアメリカ製です。でこちら状態がマッコンの状態で、映像でも伝わると思うんですけど毛羽立ってます。いいですね。で当然レングスはオリジナルレングスです。でパッチ表記3130で、実寸が3031ですね。僕だとウエストもちょっと大きくてレングスもかなり長いんですけど、こちらロールアップして履いていただいてもいいですし、ウエスト30インチかなり需要多いサイズ感だと思います。こちらの毛羽立ってるマッコンのUS メイド501でお値段が12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、リーバイスの505のタイプです。でパッチは取れてしまっているタイプですね。で赤タブはしっかり残っていて、じゃあスモール E のじゃあシングルステッチです。501でいう66前期の年代ですね。でフロントの部分ヒゲもしっかり出ていて、
66前期の年代らしい綺麗な縦打ち入ってます。で濃淡もしっかりあっていい色ですね。かっこいいです。で後ろがこんな感じです。後ろも濃淡あります。かっこいいですね。でレングスが上がってしまっていて耳はついていないタイプです。ですがその分サイズ感は履きやすいサイズになっていると思います。実寸で3830です。背の高い男性とかがゴールデンサイズなんじゃないですかね。こちらの505のシングルステッチでお値段39,800円と消費税です。フロントカッパーでジッパーのタイプですね。でこちらジッパーが42タロン使われております。でこちらはパッチも残るタイプですね。薄さですが505読めます。でサイズ表記のところはちょっとかすれちゃって読めなくなってます。でこちら505のビッグイです。でも当然シングルステッチですね。でこちら色味が色味がこんな感じですね。こちらもヒゲうっすら出ていて濃淡しっかり出ています。で状態なんですけども、ところどころこういう風に叩いている箇所があったり、膝口ですね、割れてしまったとこ叩いていたりっていうのはあるんですが、丁寧にリペアされていてそこまで目立たないかなと思います。でこちらの個体もレングスは上げられちゃってます。ですがチェーンステッチで上がっていて、うっすら当たりも出てき始めています。これからもうちょっと当たりが出てきてさらに馴染んでいくと思います。でこちらも耳のつかないタイプですね。でこちらが実寸で3528です。こちらもかなりゴールデンサイズなんじゃないでしょうか。僕が合わせてこんな感じです。ウエストは大きいですがレングス28、日本人サイズに合っていて、こちらもかなり需要多いと思います。こちらの濃淡の出てる505のビッグイーで、こちらお値段が39,800円と消費税です。501のタイプです。でこちらパッチしっかり残っていて501で、ウエスト32のレングス33表記です。こちらもゴールデンサイズですね。で赤タブちょっと見づらいんですけど、こちらもビッグイーです。当然シングルステッチですね。でこちらビッグイーでかなり縦落ち綺麗に入ってます。しっかり入ってますね。でこちらレングスはすいません、こちらも上がってしまっているんですが、当然耳付きですね。で後ろもフロント同様縦落ちかなりがっつり入ってます。結構激しめに入ってますね。でこちら実寸でウエスト30のレングス29、こちらもゴールデンサイズだと思います。サイズハマる方多いサイズ感ですね。こちらでお値段が55,800円と消費税です。こちら見ていただいたら分かるんですけど、かなり色濃いですね。全然洗いかかっていないと思います。で当然ボタンフライのタイプで、ボタンフライが通常のものより一つ少ないタイプですね。でパッチなんですけど、パッチは取れてしまっているんですが、こちらの周りの方見ていただいたら分かるんですけど、紙パッチの年代のものですね。で当然ビッグイーのシングルステッチです。でこちらの個体なんですけども、ベルトループがオフセットで、で内側が当然隠しリベットもついていて、フロントスレーキ裏のリベットがカッパーのタイプです。でボタンフライの R の文字なんですけど、こちら足長 R です。こちらが501のギャラ入りの年代のものかなと思います。でこちらサイズが実寸で2834です。僕だとレングス長いんですけど、ウエストはちょうどいいですね。パッチ表記あったらおそらくウエスト29のレングス36とかだと思います。でこのサイズ感でフロントのボタンの数も一つ少ないので、パッチ品番があったとしたらおそらく 503B かなと思います。で続いて状態見ていただきたいんですけれども、こちらですね、色ところどころ落ちている部分はあるんですけれども、まだまだ元の色は濃いですね。でこちらおそらく前の持ち主の方がロールアップしていた際のオリジワかなと思います。こちらまだ色も濃いので裾を上げしてしまってもいいかなと思います。で当然耳付きのレングスはオリジナルですね。でこちらの方ですね、1点小穴が開いてしまっています。こちら早めに補強してあげてもいいかもしれないですね。で股部分は
ダメージ全然ないです。まだ綺麗な状態ですね。でこちらうっすらヒゲも出てき始めていて、今からこれからの色落ちが楽しめる一本かなと思います。サイズハマる方や女性の方ぜひ行ってほしいですね。こちらのリーバイス XX でお値段が25万8000円と消費税です。で続きましてこちらのオーバーオールですね。 D のハウスタグついています。で E がパックマンのタイプです。でこちらのスナップがロングリーのものですね。でこちら見ていただいたら分かるんですけど、月桂樹ボタンが使われていて、おそらく40年代のいわゆる対戦モデルかなと思います。で後ろの状態がこんな感じです。状態もかなり綺麗です。で縦落ちもリーらしく綺麗に入っています。でこちらですね、裾がおそらく上がっているかなと思います。じゃあですね、ただ当たりもしっかり出ているので早い段階で上げられている個体かなと思います。でこちらサイズ感が実寸でウエスト36のレングス31、僕だと大きいんですけど、デニムのパンツでいうかなりゴールデンサイズ、普段だいたい32インチから33インチのウエストで、レングスが30インチくらいを履く方が一番かっこよく履けるサイズ感だと思います。もう本当とにかく対戦モデル出てこないですし、この古い年代で状態ここまで綺麗なものもなかなか出てこなくて、このゴールデンサイズお探しだった方多いんじゃないですかね。こちらおすすめです。こちらでお値段7万9800円と消費税です。こちらスペシャルです。30日まで、アンドベルベージュの方でポップアップイベント開催しておりますので、まだご来店なさってない方はぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。スペシャルの商品を紹介させていただきます。まずはじめにこちらですね、こちらの古そうなカバーオールですが、タグがこちらです。ラルフローレンのタグがついています。でサイズ表記ラージ、このヴィンテージっぽいラルフローレンらしいこのカバーオールがお値段12,800円の 20% オフです。続きましてこちらですね、フィフティーズのノーブランドのこちらデニムジャケットですね。でポケット2つのタイプです。セカンドタイプのものですね。で後ろはこんな感じです。でサイズ表記38ぐらいだと思います。僕が合わせてこんな感じですね。こちらのデニムジャケットでお値段25,800円の 20% オフです。続きましてヴィンテージセットですね、ものがこちらです。赤のヴィンテージセットです。でタグは取れてしまっています。でこちら体色具合かなりかっこいいですね。僕が合わせてこんな感じです。で裏面もこんな感じです。ダメージ等あるんですが、赤の日焼けしてる感じはもうほんと雰囲気系で着ていただいていいと思います。かっこいいと思います。こちらが9800円の 20% オフです。続きましてこちらですね、リバースウィーブの刺繍タグ、90年代のものですね。でサイズ表記がラージです。でアメリカ製ですね。でピンクの目なしのタイプです。なかなか出てこないものだと思います。でラージサイズ、僕は言ったりけどいいサイズです。需要多いと思います。こちらでお値段が15,800円の 20% オフです。最後になるんですけれども、ウールのベースボールシャツですね。じゃあタグは取れてしまっているんですけれども、こちらフェルトとかも豪華に貼られていて、こちらですね、ボタンも古いボタンしっかり使われています。で裏面がこんな感じで、背番号が8番です。でこちら僕が合わせてこんな感じです。こちらも大きめに着れると思います。でこちらですね、マチはすいませんつかないタイプです。こちらでお値段が15,800円の 20% オフです。